はい、というわけでここからは今の体の状態についてシェアをしていきたいと思います。ちょっとね、画角の関係で縦型で撮影をしているので見にくいなって感じるかもしれないんですけど、まあ、こっちかこっちにちょっとテロップみたいな感じでね、あの文字で出していこうと思いますので、まあ、そちらも見ながらご覧いただければと思います。でね、あの今暖房入れてるんですけどちょっと動いてないので寒いですね。はい、というわけで、まあ、体の状態シェアしていくんですけど、まあ、本当にこの半年間まともにレッスンできていない状態なので、まあ、なんだその体の状態はって思われる方が多いと思いますが、まあ、温かい目であの復帰までぜひ応援していただけると嬉しいです。ではですね、早速、まあ、立った状態からお見せしたいと思います。で、まあ、一応レオタードに素足で撮ろうかなって思ったんですけど、ちょっとあまりにも素足だと生々しい感じがすごいので、一応黒いタイツ履かせていただきました。黒のタイツだとね、ちょっとま若干引き締まって見えてしまうので、まあ、ちょっとずるいかなって思うんですけど、まあ、ちょっと今日はこれでさせていただきたいと思います。今の体の状態がまこんな感じです。まあ、思ったよりかは太ってないと思います。今体重が44キロくらいですね。まあ、43.8 とか、一番少ない時だと、まあ、43.3 ぐらいまで落ちる時があります。ちょっとね、今あの生理終わったばっかりで、ちょっとなんだろう、体重が増えていたのがちょっと落ちてきている状態なので、まあ、今44とか 43.8 とかっていう感じですね。あの体重少ないなって思われるかもしれないんですけど、多分筋肉が落ちてっていう感じです。で、まあ、見てわかる通りちょっと O脚が悪化してますね。ちょっと後ろが茶色なので見づらいかもしれないんですけど、まあ、トレーニング足りていないのでちょっと O 脚がガバガバになってきちゃってるなっていう感じがします。で、まあその O 脚がひどいのが気になるのももちろんですが、ちょっとね、腕あたりもだいぶ筋肉が落ちていて、まあ、この辺はね、去年ぐらいから、まあ、2度目のトレーニングって言って、一時期ね、トレーニング結構頑張ってたんですけど、まあ、そんなこんなでメンタルブレイクしてからはやっぱり明確な目標がないのでトレーニング頑張れなくなっちゃって、今こういう状態です。横から見るとこんな感じです。まあ、若干ね、やっぱりきちんとレッスンしていないので巻き肩気味。まあ、こういう姿勢がね、私もともと好きというか、子供の頃から楽なんですよ。体幹が多分弱いので、もともとこういう姿勢になりやすくて、なのでね、日常生活で意識はしていても、どうしてもやっぱり巻き肩が強くなってるかなっていう風に感じます。お尻が結構ぺったんこの状態ですね。私は結構バリバリにバレエを踊ってる時はお尻の筋肉が結構ね、発達しやすい骨格というか、アメリカ系のダンサー結構多いと思うんですけど、お尻がこうプクってなってるダンサー多いと思うんですけど、まあ、そういうタイプの体型なので、まあ、ここまでぺったんこということはいかにお尻を使っていないっていうことがまあ分かります。はい。でね、まあ、体の歪みもちょっとあると思うんですけど、今私目が悪くて透明なのでいまいち見えないですが、腕の開き方とかもね、ちょっと左右で違うかなっていうふうに思います。はい、というわけでここからは体の柔軟性を見ていきたいと思います。ちょっとね、上着ちゃうと見づらいとは思うんですが、ちょっとあまりに寒いので上を着させていただきました。まず前屈から見ていきましょう。はい、ふざけてないです。はい、ふざけてないでこの状態なので、まあ、かなりこの足の裏側っていうのがね、まあ、ストレッチされていないなっていうのを感じますね。 Y 字バランス、もう今これが精一杯ですね。ここまで持つことはまあ多少ここまで持つことはできるんですけど、今この足、軸足、今この角度じゃないですか。これ以上開くとね、かなりきついですね。あとは私前はね、この足を上げた状態でこう真横に持ってきてとか、あとはこの足の角度をこういう風に返すっていう状態で持つ、ここからこうやってこっちの向き、足の裏があっちに向く状態で持つっていうことが
このまま伸ばすっていうことができてたんですけど、見てください今この状態です。いやーちょっとやばすぎでしょ本当に。この状態のまま膝が伸ばせてたことが信じられないぐらい今硬くなっているので、本当に後ろ側っていうのがね、まあ今ここまでは持てるとはいえどもこれじゃダメですよね本当に。このくらいだったら誰でもできるレベルなので、ちょっとね、まあ、プロとしてっていう部分ではもう全然ダメですね。あーこっち側もやばいな、膝ちょっと曲がってるしな。で、今これ着ちゃったんで見えなかったと思うんですけど、ちょっと脱ぎますね。よいしょ。これ足持った時にここがガクンってなってるの分かりますか？これここが硬いから、普通だったらここをある程度こう伸ばしたまんまこれを持ってくるっていうことができるはずなんです。こっちの方がちょっとマシかな。だけどあまりに硬いのでここがねガクンってこっちに落っこちてるんですよ。ここのなんだろう、お腹の部分っていうのがこっちにこうグッて落として無理やり上げてる状態なので、ものすごく硬くなってますね。はい、では座った状態見ていきたいと思います。まあ、さっきもやった立った状態でやったんですけど、もうね長座がちょっとしんどいぐらい体後ろが硬くなってますね。じゃん、やばくない？やばいですね本当に。私もともと前屈が苦手なタイプなんですよ。あのどちらかというと足上げたりとか開脚したりとかよりもこれが苦手なタイプだったんで、顕著に出てます。初心者本当にやばい。はい、前屈がこんな感じです。開脚はちょっとね、全部すいません画角が映りきらなくて申し訳ないんですけど、開脚はなんだろう170ぐらいはいってますね。でももう限界かなこれで。多分前から見ても分かる通り真横まではいってないけど、まあ、90度よりかはまあ全然開いてるっていう状態です。まあストレッチとか筋トレぐらいしとけばよかったじゃんって思うんですけど、ごく稀にやってたりとかはしてたんですけど、でもやっぱりこう現役バリバリの時に比べたら全然やってないので、まあ、この状態ですね。前後はというと、まあまあ向けなくないけど分かります？後ろの足曲がってますよね。これじゃダメですね。でまあこれでもバレやってない人からしたらもう柔らかいとは思うんですけど、そのレベルじゃ全くダメなので、そうですね、もうおへそももうあっち向いちゃってるんで全然ダメですね。はい、反対、うお、まあ、反対も向けなくはないけど、見えますよねこう右足全然膝曲がってる。こっちもねちょっと浮いちゃってますね、膝がここ隙間できちゃってるんで全然硬くなっちゃってますね。はい、こんな感じです。あとは多分個人的にやばいなと思うのは後ろですね。ちょっとやってみますね。うわ、やばいわ、もうこの状態で限界です。うわ、はい、まあ、あの今の後ろのストレッチっていうのは、まあ、今あまりバレエのレッスンに必要ないっていう風に、まあ、言われつつあるストレッチの一つなんですけど、まあ、これをやるとね、いかにこうお腹が硬いかとか、いかに背中の柔軟性が今失われているかっていうのが分かると思ったので、今のストレッチをね入れさせていただきました。あとはこれ、これもねやばいよね、ほら
まあこの状態ですね。本当にひどい。はい。まあ全体的に見ての通り、もう足周りの筋肉がガッチガチなのがよくわかります。でもね、こういうのは全然大丈夫なんですよ。もともと多分関節が柔らかめなタイプなので、これとかは別に休んでたからこうなったとかはないですね。この辺は何も変わってない。はい、というわけでバレエに復帰しますっていう宣言の、第1回目のビデオとして体の状態はこんな感じでした。本当にね、幻滅した方とか、そんな状態でダンサーって言ってたのかって、本当にもう怒られても仕方がないと思うので、本当に申し訳ないです。しっかりこれから日々、もう一度ね、日々頑張っていきたいなっていうふうに思います。
では今日の動画はこれで終わりになります。このチャンネルでは主にバレエのことについてシェアをしています。興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。